ニューヨークアートストリーム。こちらはニューヨークと東京を結ぶアートプロデュースカンパニーニューヨークアートがお送りするユーストリーム放送です。今日は、アルノチ・オワゾで開催中のスタイリッシュヨーロピアンアートフェア2011のご紹介をいたします。昨年春に開催され、好評を得ましたスタイリッシュアートフェアの第2弾となります。気品あふれるハイセンスなヨーロピアンアート、その各ジャンルの代表的な作家を厳選した展示会です。エッグアートの橋本俊美先生、キルトの畑野翔子先生、油絵の濱口博美先生、アクセサリーの横田京子先生、レースドール坂本悦子先生、クレイアートフラワーの白岩英子先生、そして戸川幸太郎さん率いるファッションブランドノウハウの7グループの展示となります。では会場から各先生方のインタビューをお送りします。クレイアートの白岩英子先生はご都合がつきませんでしたので、生徒の方がインタビューに答えていただいております。エッグアートの橋本先生です。よろしくお願いいたします。反響はいかがでしょうか？そうですね、初めはこれをご覧になっても卵だって分かってくださる方がほとんどいなくて、初めての人には卵だって説明して初めて卵って分かっていただきます。あと半分ぐらいの方は本を見てくださって、それでぜひ実物が見たいっていうことでいらしてくださっています。普通に捨ててしまう卵なんですけれども、それを芸術品として再生する、なんか復活するという意味で作っていますので、ちょうど今日本も大変な時期なので、できればそういうことで、復活のイメージを伝えたいと思っています。ありがとうございました。畑野でございます。去年に続いて今年もやらせていただいて、また新たに新しい作家の方たちとお友達になれて、とても楽しくやっております。アニマルシリーズ、シルクスクリーンや、ミシンを酷使したキルトを今回は展示しましたし、アニマルシリーズのうちの1枚ですけれども、それからバッグや小物は大人が大人の場所で使えるものをコンセプトにしております。自分が持ちたいと思うものしか作りませんし、もう中の綺麗までこだわって、材料をこだわって、仕立てはもうできるだけ皆さんが使いやすくしっかりしたという、そういう思いで、もう金具一つまでこだわって、合うか合わないかを吟味しながら作ってますので。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。どんなテーマで濱口先生いつもお作りになられてらっしゃるんでしょうか？あれですね、やっぱり優しさだとか
そういうことがテーマになってきますね。だとか静かさっていうことですね。そこらに絞って絵を描くようにしてますけども、でブルーが基調になってるの多いんですが、私実は四国の徳島生まれで、藍染めっていうのがあるんですが、ブルーにこう少し憧れてる部分がありましてね、自分の基調の色にしたいなと思って、まあ、最近はその中でこうちょっとピンクだとか赤のものを使ってるんですが、本来はこういう色あまり使わなかったんですが、今回初めてこういう形で表現してみたんですけど、でもまあそれぞれの家庭にもし飾っていただけるとすると、そこにあって目立つよりもそっと静かにある方がいいのかなっていうところもあるんですね。とてもいいお言葉をいただきました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。横田先生、今回ご出場ありがとうございます。アクセサリーという非常に広範囲な作品作りを、いつもどんなふうにテーマを絞ってやってらっしゃるんでしょうか。ですね、基本的にはアンティーク調なイメージを大事にして作ろうと思っているので、色目を大切にして、色目の落ち着いた色目とか、女性がして美しい色目とか、そういったところを基調に考えて、ただ手法がちょっと単調だと面白くないので、そういったところで新しさを出したいなと思いながら、いろんな手法にチャレンジして作ってます。素材が非常に美しいんですけれども、何かそういう工夫されているようなことはあられるんでしょうか。そうですね、素材に関してはやっぱり天然石なんかも使えますので、品質はいいものを見極めて買うように仕入れるようにしてるんですね。で今回もレースなんかもいろいろバリエーションに富んだ形とかを選んで何十種類も買って、その中からコラージュをしたりしてるもんですから、それでベストな状態に見えるようにと作っているので、そういう感じで、素材も自分の好きなものが貴重なんですけれどもね、はい、レースドールの坂本悦子先生です。どうもありがとうございます。いつもどんなふうなテーマでお作りになられてらっしゃるんでしょうか。テーマですか。やっぱりその時の自分の心のままにというか、自然を、例えばこれなんですけど、この子なんですけど、ハワイに行ってプルメリア の花を見た時に、その時にちょっとふと妖精を感じたので、それをテーマにこれはしてみました。あとは、それぞれ、ウェディングだったりとか、その季節のものだったりとか、そんな感じで作ってます。何か工夫してらっしゃるところっていうのはあられますでしょうか。そうですね、私はもともと陶芸を少しし て、それからレースドールを始めたので、人形っていう形よりも焼き物という観点から作るようにしてます。それからあと立体物を作るのが好きなんで、この雫の形だとか、この元の型もそうなんですけど、まずその丸い柔らかいものの中にこのプルメリアの葉っぱをつけて、それからお花をつけていくとか、その立体物として捉えるところと焼き物として捉えて、さらに人形だと柔らかいこのレースの風合いが一番似合いますので、その辺を混ぜてやってます。はい、はい、ファッション部門で戸川さんにご出場いただきました。ありがとうございます。今回のテーマはいかがでしょうか。はい、今回はですね、もともとパジャマをテーマに、寝心地だとか着心地の、追求ということをベースに、そこの上にこう遊び心ですとか、実用性を含めた機能を落とし込むというデザインを、テーマに、やっております。で今回は特に高級なシルクの素材に、インテリアだとかとも家具との調和の雰囲気を持った、そして夢見心地のような気持ちで着ていただけるようなイメージ
をもとに今回のシルクにオリジナルのデザインを染色してパジャマを作らせていただきました。反応は今回どうだったでしょうか。皆さんねすごく珍しいものを見るように興味深く手に取って触っていただいて、で縫製にもですねテイラードの仕立てを用いてなるべくその肌の当たりのことを、気を使いながら、縫製した部分もありますので、そういった細かいところまで皆さんお気づきになってくださって、作った甲斐がありました。ありがとうございました。白岩先生のクレイアウトなんですが、今回どうもありがとうございます。いかがでしょうか、作品作りは。そうですね、日々その時に感じた表現を形作るわけですけれども、最終的にすごく色が決め手になるので、その色の表現の仕方によって作品がガラッと変わりますから、一番気にしているところではあります。はい。どんなものがよく皆さんに人気があられるんでしょうか。そうですね、やはりバラが先生はとても得意というか、バラのこう表情がすごく素晴らしいので、バラが非常に人気があります。はい。今回いろんなアイテムがあると思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。そうですね、割とその飾られる場所とかギフトとか大きなもの小さなもの、いろんな表現ができるんだっていうバリエーションが見せられて非常にいいなと思ってます。はい。白岩先生はいつもどんな風にレッスンされられるんでしょうか。そうですね、その方その方に合ったこうテクニックといいますか、その上達された方はやはり追求してお教えいただいてますし、初心者の方には細かくその方の向き不向きを考えて丁寧親切に教えていただいてます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。スタイリッシュヨーロピアンアートフェア2011、会期は10月11日の火曜日までとなっております。ぜひご来場ください。会場では美人画どこうひろこの世界を同時開催しております。